東京パラリンピック開会式が24日午後8時から行われ、NHKのテレビ中継で台湾選手入場の際に NHKの杉浦由紀アナウンサー、38、が台湾ですと紹介したことにネットが歓喜した。二手に分かれて入場してきた各国の選手団。難民選手団から、50音順に入場し、日本が最後に登場する順番で行われた選手入場。大韓民国の次に台湾が登場。会場のアナウンスではチャイニーズ、台北と紹介されたが、杉浦アナは台湾です。オリンピック、パラリンピックではチャイニーズ、台北という名称の選手団で参加していますと紹介した。また中野敦史アナウンサー、38は大韓民国の登場の際には韓国ですと紹介している。これにネットでは台湾はやはり台湾パラリンピックでも台湾です心配していたが今回も台湾ですだった台湾ですって言ったね NHK それは良いことだと思うよオリンピックに続き台湾が他行に入ってるの本当にいい台湾として扱う粋な計らいですね台湾でまたバズってほしい他行で台湾が入場できたからよかったこれ聞くためにスタンバってましたといった声が上がった。